皆さんこんにちは、ここは京都駅です。今回は、昨年、2019コロナウイルスで、一回運転を休止したんですけど、今年また運転復活したということで、今回は乗っていきたいと思います。9時30分発関空特急はるか15号7号車で撮っていますね。まあ、7号車が2019かどうかはちょっと判断が不明ですが、今回は7号車に乗っていきたいと思います。で、今回はしげちゃんもいます。みきおも、30番線ホームで待ってますね。じゃあ急いで行きましょう。はい、おはようございます。みきおちゃんです。はい、ということでね、今回はこちらはるか号乗るんですが、連結してんのかな、どうなんかな、まあわかんないって乗っていきましょう。来ましたね、これ271系。こちらが6号車で、こちら7号車です。よっしゃ、7号車指定取ったよね。7号車です。おお、いいね。これね、連結型で非連結型なんですよね。おお、いいですね。おお、いいな。おー、かっこいいな。サンライズとかサンダーバードみたいですね。ただこのね、ハローキティが全然違いますね。でね、向こう281でこっちが271なんですけど、すべてのね、形式を使い去ったので、281か28、あ、271に、下ろしたという感じですね。早速乗っていきたいと思います。じいじも取り出してますね。じゃあ早速乗っていきたいと思います。これね、復活運転したやつなんでね、2週間で引退とかもったいなすぎるんでね、今日ダイヤ改正の日に撮影しています。じゃあ乗りましょう。はい、乗ります。よいしょ。おー、やっぱいい匂いがしますね。ハローキティの扉があります。半年前前にね、古い281の方が一回乗ってるんですよね。ドアが黒とかちょっとかっこいいですね。おお、すげえな。他あれか、キャリーバッグとか置くやつか。1番ディーズだけど、ここですね、ここ。おぉ、ここの席になっています。モケットもすげえいい匂いがします。これ絶対ね、特急とか乗るんだったら、大体ね、この1番後ろの席を予約するという感じですね。なんでかというと、ゆっくり、ゆっくりじゃねえわ。この、椅子をね、十分に倒せるからですね。座席紹介の方していきましょう。こちら全然倒れてないやつですね。こちらが全体に倒しているやつです。で、この黒いボタンでね、操作します。カーテンこちらですね。これが窓枠で、網ポケット、机、これがこれらの特急列車と一緒ですね。あとフックがありますね。すごいことに気づきました。あれ手触れないといけないんですが、僕今ちょっと近づいただけで、あ、いた、やばいわ、すごっ。あ、271系か、すごいな。ちょっとじいじについて行ってみたか。雲を話してるみたいですね。これやば、石鹸かな。あ、石鹸だわ。ちょっと水で流すと。で、ここが男子トイレですね。新快速が抜いていきました。いつも通りのルーティンみたいな感じですね。高齢化です。同じね、同時発車時刻なのに、京都ではだいたい何分ぐらい違うんだ。多分5分ぐらい違うんです。9時30分発で、向こうの新快速も9時30分。もう抜かれました。はるかが何かを抜かすってあんのかな。貨物船に入るとも遅くなってるんですね。サンライズと同じ人ですね。ファンファンファン。15号関西空港行きです。止まります。
最近この列車ね、はるか号なんか通勤特急みたいに使われてるんですよ、ね、飛行機乗る人がいないから。貨物線に入りましたね。あれが JR 桂川駅で、あちらが4号の桂川ですね。ちょっと桂川、次は外側線に入ったので130キロ出せると思います。で、現在の時�刻が9時38分。同時に出た新快速は島本とか高槻の方も行ってるという感じなんですが、こちらはまだ向こう町です。だいぶ違いますね。この電車は久保派270の2番目に出した車両らしいですね。島本通過するんですけど、島本ただでさえ取り鉄が多いのに、こんな復活運転の一緒なんかしたら取り鉄がいっぱいいるんじゃないかな。ちょっと見ましょうね。僕とかも取り鉄とか乗り鉄なんですけどね。まだ島本これがもう島本ですね。まだか、一人だけなんか男の方がいらっしゃいました。席紹介の時言い忘れましたが、コンセントも整備してるみたいですね。こちら側に電石装備しています。こちら側にもね、充電しながら仕事する。茨城駅を通過しました。まもなく貨物線に入ります。これが内側線で、あれも内側線で、この奥にあるのがね、外側線ですね。もちろんサンライズとかサンダーバードと新幹線ですね。おお、入りましたね。これなんて貨物線に入るかといったら、多分あれですよね、あの大阪環状線の方に行かないとか、行けないとか、行かないから、行けないからですよね。よくわかんないわ。だいぶ普段と違ったところから社長のというものです。毎回面白いものです。9時57分着で、これは京都11時あ9時半に一緒に出たやつは、9時57分大阪の着で、この列車新大阪を11時に発車する、あ10時に発車するですね。この列車新大阪は今日10時に発車するということで、一駅遅れてるんですね。ご注意ください。関東特急はるか15号関西分号行きです。あちらにはサンダーバード止まってますね。顔が似てますね。まあ、そうですけど、関空特急はるかと、航空会社が鳴る、航空会社というか、あの飛行機が鳴りましたね。どうだろう。雨が強くなってきましたね。うわ、これはちょっとえらいことだ。車内全然違いますね。以前8月にもこのはるか号乗ったことありますので、ぜひ見てた方はください。グリーン車はね、まだあの2台しか仕事しないという感じでした。ではこの動画はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。